山形芋のを表現する言葉として薄肉びれ、肉厚が薄くて表面がきれいだと、いいものは長く売るというロングセラー、グッドクオリティ、グッドデザインということが吉武としてもそこで自分の考えを社会に実証することができたという。全国の7割ぐらいが山形の釜だというふうに言われてますので、品質もいいし値段も手頃だということがあって広く使われている。